こんにちは、ニケです。今日はミョンドンでパパッとお腹満たす軽食巡りしていきます。ミョンドンの美味しいお店として候補に上がるトッポッキーのお店、そこがアジアの観光客からの人気がものすごく高くて、そんな辛いトッポッキーを食べた後のデザートも今回巡ってきたので、ミョンドン六甲の歩き方ぜひ参考にしてみてね。またそれぞれのお店の総評結果を正直に述べていくので、そちらもぜひお楽しみに。それではカジャーン。ということで、今回行くのが新世界トッポッキっていう、日本語で新世界トッポッキっていうお店、ここに早速入っていきます。じゃじゃーん、速攻出てきた。今回注文したのがトッポッキ、そしてスンデを注文してます。それぞれ4000ウォン、約400円。そしてネギが入ったおでんスープはサービスとしてついてきます。トッポッキーは作ってあるから、すでにそれを鍋からポッて入れるだけで速攻出てくる。そんなトッポッキーと、今回はスンデ、こちらも一口サイズにカットされてるスンデ、量もそこそこあります。カウンター近くに串が入った入れ物だったり、上にティッシュが置いてあるから、うまく使って食べていきますか。食べ方としては普通に食べていけばいいんだけど、スンデは一味かな、塩かなっぽいのがあったので、それにつけて食べたり、あとはトッポッキーのタレにつけて食べるっていうのもいいですね。それでは早速スンデとトッポッキーいただいていきます。チャモッケスミダー。ちょっといきなりすぎて、あんまりちゃんとお店説明できていないんだけど、このお店、新世界トッポッキっていうところが、アジアの観光客の方々からめちゃくちゃ人気があるお店で、平日の朝方とかでも結構お店の中人わんさかしてます。僕も行った時ちょっと人が多かったので、人が空くまでちょっと待ってました。そんな人気な新世界トッポッキのトッポッキってどんな味するのっていう話なんだけど、トッポッキすごく甘辛いです。あとタレがものすごくドロッとしてるようなタレで濃厚なんですよ。なんか昔ながらのトッポッキって感じがする。昔のトッポッキ知らんけど。あと弾力に関しては柔らかすぎずっていう感じで、よく食べるようなトッポッキよりもちょっとあるぐらいかな、ちょっと固めかなっていう。そしてニンニク入ってます。ニンニクの風味すごく感じるってわけじゃないんだけど、食べた後の後味がちょっとずつちょっとずつニンニクの香りがしてきます。そしてスンデに関してなんだけど、今回普通にトッポッキ、スンデ、マンドゥ、おでん、ティギム、揚げ物ですねというのが置いてあるお店なんだけど、その中でも美味しいだろうなと思ったトッポッキ、まあメインだからね、そしてこれも美味しいなと思ったスンデ選んだんだけど、スンデ、ここのお店のやつも全然癖がなくて食べやすくて、スンデ未挑戦っていう方もトライしやすいんじゃないかな。前回もスンデ未挑戦の方トライしやすいミョンドンのスンデクッパのお店紹介しました。そこも美味しかったです。ただこっちの方が軽食っていう形で、かつ量もそんなに入っていないから、トライしやすさっていうのはこっちの方が高いですね。お店に関してなんだけど、お店は狭いから 2,3 人が限界ぐらいだと思う。集団で入っても入れない組と入れる組に分かれそう。そして朝早く8時頃だったかな、営業しているんだけど、営業終了時間がちょっと曖昧で、4時とか3時とか5時とか、なんかはっきり決まってないんだよね。だからそこだけちょっと不明。もし見つけたら概要欄に詳しく書いておきます。注文方法とは、座ってその場でお店の人に中からこれくださいって言えば OK です。そしてそれ注文した後食べて、買う時に現金払いでお会計済ませれば大丈夫です。ではそんな新世界トッポッキーのおすすめポイント、今回は2つ紹介していきます。まず1つ目としては、コスパよく楽しめるっていうところ。トッポッキーと包んでそれぞれ4000を約400円で、量もボリューミーです。ここはさすが軽食だなと思う。このコスパの良さっていうのが売りですね。そして次に2つ目のポイントが、気軽に入りやすいっていうところ。ちょっと外観とかはもしかしたら、入ってもいいかな、大丈夫かなって思うかもしんないけど、お店の方々どうぞどうぞっていう感じで、すごいウェルカムです。そして料理の提供スピードはものすごく速いし、量も多いっちゃ多いけど、そんながっつり一食っていう感じじゃないから、軽食として気軽に入りやすいかなって思う。韓国旅行中時間ないことも多いと思います。
ご飯メインじゃなかったり、一泊二日で来たりして、どれだけ時間を節約できるかっていう、そういう旅行になる人も多いと思うから、そういう時にこのお店は便利だなって思いました。それでは、新世界トッポッキさん、味、コスパ、接客、清潔感を星5段階で述べていきます。それでは発表すると、味、4、コスパ、5、接客、3、清潔感、2、総評結果は、機会あればもう一度行きたいと思えるお店でした。じゃあ辛いもの食べたんで今から甘いもの食べに行きます。今から行くお店がミョンドンのアイスクリームのお店なんだけど、このお店食べに来てぜひ行って連絡もらったお店です。特にお金ももらってなくて案件じゃなくて、普通にトッポッキ食べた後にこちらのテネロアイスクリームさん、美味しそうでいいじゃんって思ったので今回来させていただきました。ソフトクリームのお店で6種類の味があります。この味に関しては後ほど詳しく説明していきます。とりあえず来ましたよってお店の人伝えてきますね。アイスクリーム屋さんなんだけど、店内でも食べることができて、僕は今1階にいます。2階もあったみたいなんだけど後で気づきました。じゃじゃーん。全種類とりあえず味見してほしいってことだったので出てきました。6種類。この中で美味しかったものをソフトクリームとしていただけます。そしてマシュマロアイスクリームっていうのがあるんだけど、これもぜひ食べてみてっていうことだったのでいただきます。じゃじゃーん。マシュマロアイス完成。とりあえずこれは放置して普通のアイス味見していきます。まずは緑茶アイスクリーム。ちょっと渋い風味があるっていうのが強くわかるアイスクリームです。続いてヨーグルトアイスクリーム。あっさりしているけど濃い味していて、僕はこれが食べやすかったかな。続いてちょっと桃色っぽく見えるんだけど、実はイチゴっていうアイスクリーム。どっちかっていうとイチゴミルクに近いからなのかな。そこまで強いイチゴの味は感じなかった。次に黒いココナッツアイスクリーム。結構見た目より黒いんだけど、ちょっとココナッツの風味がするかなっていうアイスですね。次にミルクアイスクリーム。これは定番中の定番、バニラのアイスクリームと似てます。チョコはそのまんまチョコの味がしたアイスだった。あとはこのマシュマロアイスクリームっていうのは外側がマシュマロになっています。だから甘いです。ものすごく甘い。そしてかじって中を見ていくんだけど、どんな風になっているか。中はチョコ味のアイスとチップスが入ってます。チョコのチップスですね。ボリュームもあって一番甘かった、これが。ってことで一番お気に入りだったヨーグルトアイスをもらうことにしました。甘すぎずあっさりしていて食べやすいから、じゃじゃーん、ヨーグルトアイスゲット。アイスは種類関係なく1本5000を約500円です。観光地のアイスクリームってどれぐらいが相場かちょっとわかんないんだけど、ここのアイスクリームって日本とかで食べるそのソフトクリーム屋さんのアイスよりもボリュームがありました。見た目以上に結構大きいんですよ。あとこのソフトクリームになってるやつ、本当に若干固めのアイスになってる。日本のソフトクリーム屋さんのソフトクリームってペロって舐めたら食べれるような感じじゃないですか。ただここのはかじります。ペロペロ食べるのじゃなくてがっちりかじっていって食べるアイスです。そんなアイスクリームなんだけど、基本お持ち帰りで買っていく人ばっかです。中で食べてる人も一組だけいたんだけど、それ以外見かけなかったです。持ち帰りで買っていく人がやっぱ多かったですね。欲しいアイスクリームを選んでゲットして、そのまま観光を続けるっていう感じになるかな。韓国もだいぶ暑くて、もうみんな夏って感じの服装してるし、ミョンドンなんて特に人もビルもたくさんだから、余計にどんどん暑くなっていくと思う。まあ、そういう時にソフトクリームは気軽に食べれるので、持ち歩きできるやつだしね。皆さんもぜひ暑い時に食べてみてください。ミョンドン餃子の隣にあります。それではテネロアイスクリームさんも星5段階で伸びていきます。それでは発表すると、味5、コスパ4、接客4、清潔感3、総評結果は、推し、友達に紹介したいレベルでした。
シンプルに美味しかったんで、友達もうすぐ行くとか言ってたんですよ。数少ない友達の一人。本当に友達いないんだけど、普通の人より倍に厚がりな人なんで、アイス食べなって進めてみようと思います。チャーモゴスミダー。ということで今回はミョンドンにある新生トッポッキさんとテネラアイスクリームのご紹介でした。どちらもミョンドンで気軽にパパッと食べれるから、時短でご飯済ましたい方だったり、アイスに関してはちょっと暑いから冷たいもの食べたいな、気軽にって時にぜひ参考にしてみてください。辛いもんとか濃いもん食べた後のお口直しにも最適だと思うのでね。どんどん暑くなってくるから、海鮮とかあっさりしたものとかも今後紹介できればいいかなって思うので期待しててください。それではご視聴誠にありがとうございました。お店の詳細情報は概要欄に書いておくのでぜひチェックしてね。行ってほしいお店、食べてほしいものなどがあればコメント欄に書いてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。안녕。